りました。どうですか？お腹いっぱい食べたね。今からなんていうの、チャーターをしてるので、今日はスターバックスも行きたいし、行きたかったレストランとかそれも全部回るのと、ヤギ系も今日中に行っちゃおうかなって。そうだね、こんな感じで過ごしていきたいと思います。やっちゃった。本当にやってしまった。ここに来るのにショッピングをしようと思ったんだけど、お財布を忘れちゃった。やばくない？ベルシカだ。パティが2つ入ってるらしい、ね、と、これはペパーミントのバナナとココナッツミルクのスムージー。いただきます。これポテト何味？これスパイシー、ロケーションみたいな。これ飲んでみよう。おいしすぎる。あ、そこだ。バーガーが高い。だけど忘れちゃった。残念。あ、すごい美味しい。行けるとこまで歩いてみようかなっていう感じです。のでちょっと街歩きをお楽しみくださいって思ったら飼ってるのバイバイ、もうついてこないでね。しない、ちょっと逆光なんだけど。気持ち悪い鳥です。いいよ、自分も言ってんじゃん。見てプーさん、ハチミツ食べたいな キモい当たり前だけど、この大通りにあるから絶対的に黒くなるよね。あ、そうだ ね。こんなところに牛さんいる。こっち見てる。
見てるね釣りしてる、まあ、猫か釣りしてるんだと思った。どうしよう、いや危な本当だ、クリシュナーカーリーフォーカルフール、カルフールカーリーフールらしい。はい、着いた。あ、ほら A&W。 またどうしよう、ここじゃん。 A&W ルートビアだって。嫌いでしたっけ A&W？ 嫌いだった。そう、こういうやつあんまり好きじゃなかったの私。はい、カルフール、うん、カルフール。食べに来ました。ホテルからね一番近いところにご飯を食べに来たんだけど、え、右って言わなかった？あ、ほら、あっちか。もうちょっとでラストオーダーの時間なので、ちょっと急ぎ気味でこのタマリンドキッチンラウンジ、キッチン&ラウンジかなっていうところに今来ましたエントランスは向こう。じゃあいただきます。いただきます。お通しですって言われたパン。お、中に何か入ってる。入ってる、うん、生意気ないよ。え、そっちは入ってないかも。謎です。怖くてつけらんないんだけど。醤油じゃないこれ違った。バジルかな。バジルだ。うん、あ、おいしい。これはつけるべきだ。願いった。お通しのパンって初めて食べたね。では、はい、乾杯。乾杯。おお、美味しいようになって。はい、頑張る。あ、こっちの方が飲みやすい。ああ、どっちがいい。こっちで大丈夫。へい、これはチャーハン。さてと、これは、あ、サテについてきたご飯か。これが私が楽しみにしていたサテとエビのスープと。これ何？めっちゃこれ美味しそう。チキンのピザ。どれ？これ何これ？え、それサテについてくるの。あ、ライスが。そうなの。めっちゃいい感じじゃない？はい、じゃあいただきます。